お互いにとってたった一人しかいない兄弟が、世界のベルトというたった一つのものを争う。倒したい気持ちはありますね。はい、もちろん警部しか慣れてないですね。もうあの頃のような関係には戻れないかもしれない。これからは兄の後ろではなく兄弟横に並んでこの K-1 を盛り上げていきたいと思っています。それでも僕が一番強いですよ。兄は出てお前ぶっ倒すってずっと思ってると思うんですけど、僕はもうこれでおしまいって感じですね。 K-1 のチャンピオンの荒野が戦ってるのを見て全然つまんねえなと思ってたんで、兄は黙っといてほしいなって感じですね。はい、あの野郎に負けたことがでも一番悔しいですね。僕は K160kg 級タイトルマッチ今夜やるしかねえぞ。ぶっ倒す決まりでお願いします。実は本当やらせたくないんですよね、うん、黙ってこう歯食いしばって見てるような感じですかね、うん、もう兄弟の関係が壊れてもいいと思ってますね。でもこのベルトだけは絶対譲る気がないですね。兄貴には逆らわない方がいいって思わせるのが一番だと僕は思ってます。弟は一生弟で兄の背中を一生見てろってことだと思います。世界一はただ一つ。K-1 ワールドグランプリアンダー60キロタイトルマッチ、王者浦部晃也 VS 挑戦者浦部宏隆。先ほどのタケルがベルトを戻した時のあの興奮が今静かに2人を見つめています。ただいまより K-1 ワールドグランプリアンダー60キロタイトルマッチを行います。赤の挑戦者169センチ60キログラム日本 K-1 ジムチームドラゴン最愛の弟を倒して60キロ最強になる兄浦部宏隆チャレンジャー。赤コーナー172センチ60キログラム日本 K-1 ジムチームドラゴン K-1 ワールドグランプリアンダー60キロ王者浦部晃也。兄弟の愛よりベルト、今は弟チャンピオン浦部晃也。さあ関根勤さん、この試合は伺いましょう。いやこれねもう見たいようなね、ちょっと見たくないような気持ちもあって、いやこれは本当に今日どっちが強いか決まりますね。そうですね、中村さん、まさに言い訳の聞かないトーナメントではないワンマッチ、タイトルマッチですね。そうですね、まあ2人とも本当にこの試合に向けて、まあ、いろんな気持ちとかいろんな思いあると思うんですけど、はい、結構まあ直前の取材とか会見ではあまり口にしなかったんですよね、うん、まあ、やっぱりこうリング上で最後すべて出したいっていうのの表れだと思うんで、それがねどう試合になるのか。さあ史上最大の兄弟喧嘩再び、
サウスポーの構えです。チャンピオンが赤いグローブ弟光也、そしてチャレンジャーが青いグローブ兄弘隆。チャンピオンが中央を取っています。リードのジャブ、柔らかい動きです。中村さん、はい、チャレンジャーの弘隆選手がこうふくらはぎのところかなりテープも空いてますね。まあ、ちょっと気になりますけど、うん、まあね、リングが上がった以上は、はいはい、同じ条件ですからね。ですね。さあゲスト解説の正人さん、はい、どうご覧になってるんでしょう。いや、お互いのスピードあって調子いいんじゃないですかね、うん。まあ、もちろん手の内はもう十分し尽くしてるんで、まあ一瞬のあれですよね、一瞬のミスが致命的な、致命的になってきますよね。まあ、その中でも廣高選手がタイで練習して、はい、そのタイ人のトレーナーさんとかに小谷選手の映像とか見せて、それで対策とかこうかなり練ってきたって言ってたんで、そういうところもね、練習もこう完全に寝癖に分けてやってたってことだったんで、うん、結構廣高選手のこう対どういう動きしてくるのかって小谷選手もちょっと怖いところあると思うんですよね。そうですね。でもここを中央を取ってプレッシャーかけていくのがチャンピオン弟光也の方です。しかしそれもらってから逆に押し返す兄、入れ替わった中央が兄です。青いグローブチャレンジャーの廣高前蹴り。しかしこの2人はね、はい、兄廣高選手はすごい攻撃的なファイターなん で、 そうですね、一緒に練習をしていた光也、弟の光也選手は、うん、おのずとディフェンスが上手くなった、そういう関係なんです、うん。そういう意味ではお互いがいたからお互いの技術が上がったんですね。そうなんです。リードのジャブ、パンチは届きません。なんか小谷選手がちょっといいジャブとかいいストレートを何発か入れてますね。はい。残り時間がもう1分を切りました。ちょっと目の廣高選手目の下がちょっとアザになりましたね。右のフックかぶせていくようなフック見せました。これ嫌って自分の左に回りますが、プレッシャーかけて回らされているか兄廣高。コーナーに追い込む見えています。ここは中村さん、今回の大会からこう片手でちょっとこう掴むのもこう禁止になったんですよね。まあ、よりこうもパンチと蹴りで、うん、勝負するっていう、そういう逃げ場のない戦いになったと思うんで、はい、これお兄さんの廣高選手はそう引っ掛けながら飛び下とか上手ですよね。そうですね、今までは、はい、コーナー。やはりここもプレッシャーかけるのがチャンピオン弟です。期待で受けて左ハイキックワンツー、左のリードのジャブ捉えたところゴングと同時両コーナーに分かれます。中村さん、はい、とはいえ両コーナー同じチームドラゴンなんですよね。そうですね、まあ、そういった部分でもちょっとね、普段の試合とは違うとは思うんですけど、はい、まあ、客観的にこうなんか試合という部分だけ見れば光也選手がサウスポーの構えていつも通りこう相手の追いかわしながらプレッシャーかけて、うん、ペース取ったら取ったかなと思いますね。なるほど、はい。さあ正人さんにも伺いましょう。その僕も光也選手が取ったラウンドかなと思いますから、やっぱ距離とか一瞬の見切りが小谷選手の方がパンチを見切ってたりして、はい、あとは、まあ、そんな強いパンチじゃないですけど、何発かいいパンチが入ってましたね。関根さん、どう映りましたか、はい、一ラウンド。チャンピオンになってから、小谷選手はなんか一回りなんか強くなったような感じがしますね。今日もちょっと今押してましたよね。さあ第2ラウンドが始まります。3分3ラウンド制です。さあ第2ラウンド、ゴングと同時に右のハイキック見せたのが兄廣高、 K1 ワールドグランプリアンダー60キロタイトルマッチ。うわー、パンチ顔面に集めていきます。その後蹴りもあるか、もうペース完全に握ろうかというところガードはしていますが、左ストレート、ストレート入った。またコーナーに追い込まれました兄、チャレンジャー廣高。チャンピオンガードの奥からまた回してくるフックもある。まだ蹴り相手が出していません。チャンピオンストレート、正人さん入りますね、あれ、うん、入りますね、左ストレート、効いた効いた、兄がぐらついた、弟仕留めるか。いや、これはダメージありますよ。ボディこれはもう小林選手
仕留めるです、まあ、仕留めに行くでしょですね。ちょっと高野選手のスピードに廣高選手ついていけてない感じがしますね、はい、兄弟の愛よりベルトだと話しましたチャンピオン高野。左ハイキック、ちょっとこのパンチに対してガード一辺倒になっている廣高、ちょっとやっぱスピードについていけないんですよね、はあ、ストレートまた来た、ボディーだ。いや関根さん打ち分けてますね、やっぱりチャンピオンなんか貫禄できてましたね、インロー。さあここから兄廣高どうする、もう弟じゃなくてチャンピオンとして戦ってますよね。そうですね、まさに、リードのジャブがある。ハイキックを出すが下がらないチャンピオン、ワンツースリーフォー、アッパーも出していく、左で仕留めたいかチャンピオン。ストレート入れ替わった、はい、中村さん、はい、チャレンジャーの攻撃がちょっと当たらなくなってますね。そうですね、もう完全に高野選手ブレース使いましたね。聞いた、今の前で聞いた。さあこれも前に出ていく、左ストレート動き止まった、兄の動きが止まる。なんかちょっとお兄ちゃんにとどめさせていくのもちょっとそうですね、その切なさ、笑っているチャンピオン弟。うわあと30秒ダメージあるよ、聞いてる。いやいや、ドラマはこのままでは終わらなかった。さあ壮絶壮絶、ここから本番が始まった。史上最大の兄弟ゲット、やっぱりタイトルマッチはすごい。関根さん、ここからまだあるとは。そうなんですよね。おー、聞いてる、来ますか。さあ押し返すチャレンジャー、拾ったか、ワンツースリー、今度はチャンピオン弟の動きが止まった。プレッシャーかけていく、青いグローブ、先に入場したチャレンジャー阿部拾ったか。うわーすごい、取り返しましたね。いやあんなことがあるんですね、兄の意地ですね。まさに乗り移ったかのようでした。あれだけ押されてたんですね、中村さん。そうですね、いやでもやっぱり勝負ですからね、こうちょっとでも躊躇したら分かんないですよ。なるほど、本当に廣高選手は倒しに行ってますからね。高平選手最後、あのラッシュの時ちょっとなんか躊躇したような感じに見えたんですよね、ちょっとやっぱり優しさみたいなのが出ちゃった、まあでもあれやってるとまたね、廣高選手の背中見続けなきゃいけないですからね、高平選手はここ乗り越えないと、まあもう二度とやらなくていいように、KO で確かにどちらかつけてもらいたいですね。いやでも中村さん、あれ得意な攻撃ですよね、はい、軽くコーバー仕掛けるような感じですね、はい、まあ廣高選手の必殺技ですかね、あの飛び膝、関根さん、さあどっちがダメージ残ってるかですね。そうですね、ダメージは高野選手の方が大きいですよね、さあ抱き合いました。いよいよ最終第3ラウンドが始まる。さあ我々は見るしかできない、見守るしかできないこの最高の兄弟喧嘩を。インド、うわー、しかしチャンピオンここから出る。本当にこうキックボクサーとして K-1 ファイターとしてその進化が問われます。ストレートを狙ってる、早い、離して離して、はい、距離を取りました。右のハイキック、チャンピオンがじわじわ出ていく。ストレートをここ入れた廣高、潜り込んで組むのは許されません。膝押し合いながら膝出していく、ミドルキックだ、右、左のローキック、チャンピオン、赤いグローブは弟チャンピオンです。ワンツースリー、左リードのジャブ、ここペースを握り合っています。どちらの距離、ストレート控えで受けた、ミドルフック効いたな、今カウンターの動き止まったか、ボディ左フック、同じ攻撃返した。廣高選手、こうなんか意識あるうちは絶対倒れないぞっていう気迫が。だって我々は前回のあの足ボロボロの時立ってる彼を知ってますからね。左ミドル、はい、腕を殺しに来たか、チャンピオン、左フック、ストレート押し合いながらボディにフック、左、はい、同じ技返す、合わせ鏡のようにストレート、どっちだ、ジャブがある、左ミドルキック、同じミドル、ハイを返す、
ガスワンツースリーフォーファイブ、同じ攻撃返す、ストレート受ける、ザン宇佐崎さんリードのジャブ、左フック、代々木の観客はもうこの戦いに入っています。ボディも一つ入れたチャンピオン、ワンツースリー、これも空を切る、また押し返す、左試合でしたね。すごい。いやパンチで小屋選手の方が上だなと思ったんですけど、最後膝で決めましたね。関根さん、ようやく肩を組み合う景色が見えましたね。そうですね。もうこれ最後でいいでしょう。そうですね。やっぱなんだかんだでやっぱ兄弟最後つながってますよ。そうですよね。はい、やっぱ兄貴の意地っていうんですかね。いや戦いの前まで、まあ、心を痛めている訳も悲しみの意味も、まあ、きっと分かち合える時が来るだろう、そう思いながら楽しかなかった2人。いや弟がちょっと弟がなんとなく安心したような感じも見えました、まあ、ここでね一勝一敗なんで、あとは仲良くまた行っちゃいますか。いやいやもうあとは仲良く。そうですね。新チャンピオンとなりました。KO で勝ったんで。お兄さんが。そうですね。前田健介より認定者。イヤリングを折ります。弟前チャンピオン浦部光也。彼からベルトを奪った相手は肉親一つ年上の兄広隆でした。中村さん本当にどんな結果だろうがこういう気持ちになるんだろうなとは思いましたけどね。そうですね。認定者。でも王者。やっぱりこう、広隆選手も感情が溢れ出そうな、そう、ね、前田プロデューサーもそうですね、まあ、チームドラゴンですよね、マナデスですもんね、はい、勝敗が決まった時ね、ご両親がね映ってたんですけども、はい、もうご両親の気持ちはちょっと複雑ですよね。純一さん、小三さん、もうやってほしくないでしょうね。そうですね。親御さんとしては。いやー、前田こう純一さんの気持ちはまずは分かりますね。いやーそうですよね。ジムの会長として2人をね、高校生くらいの頃から見てたんですよね。そうですね。高校生の頃から。キログラムタイトルマッチもう一回。見事勝利いたしました。関根さん、上京してからはひょっとしたら親御さんより長く一緒に過ごしたかもしれませんからね。そうですよ、だから前田さんもだから息子が戦ったようなもんでしょ。2015年K-1 プロデューサー前田が来たよ。 K-1 人情劇場、素晴らしい、素晴らしい試合ですね。でしたね。関根さん、本当に我々がこういったものを分けてもらっているんですね。いやもうまだ木村戦残ってますけども、そうですね、もうK-1 はもう全ての格闘家ファンをもう魅了しますね。そうですね。すごい。さあ今その両拳が高々と天に掲げられました。新チャンピオン K-1 ワールドグランプリアンダー60キロ第2代王者浦部広隆、そして今情報が入ってきました。皆さんください、はい、足にテーピングがたくさん巻いてありますね。ふくらはぎ、3週間前肉離れを起こしていたそうです。それでも戦い続けた、よくでもそれで飛び膝出しましたね、広隆選手。
ある意味足を止めて打たなくてはいけなかったのかもしれないし、まあ、佐藤さん、はい、まあ、まだ分かりませんけど、先ほどタケルがこれは MVP 候補間違いなしと思ったら、いやー、まあこの試合も素晴らしい試合でしたね。もうどっちとも言えないですよね。いやー本当に、逆転ですからね、両方とも。でもね、関根さん、はい、なぜこうなったかっていうと、やっぱり K1 のベルトがあるからなんですよね。そうなんですよね。ベルトなかったら同じジムだし、でそれから兄弟ですから、まず戦うことないんですよ。さあ、新チャンピオンは第一声何を語るのか。皆さん本当にありがとうございました。今回試合前に右足の筋肉を断裂してしまって、練習できなくて悔しい日々をずっと送ってたんですけど、支えてくれた皆さんのおかげでこうしてベルトを巻くことができました。皆さんありがとうございます。そして、弟の高野とこうして世界最高の舞台で試合ができて本当に嬉しく思います。高野ありがとう。ご両親がその頼もしいどうぞ今一度大きな拍手を見ています。きっと弟の高野君のことも心配でしょう。関根さん、はい、断裂があってそれをこう隠すために両足に巻いてたってことでしょうね。そうなんです。きっとで結局弟に勝ちたいんで、はい、オーバーワークだったんですね。そういうことですか。気合が入りすぎちゃったんですね。そこまで悔しかった、だからちょっと最初の1ラウンドリードされちゃったんだと思うんですよ。でも意地で勝ちましたね。中村さん、でもあのダウンを食らってあの後のペースを見たらまさかですよね。そうですね。でもこういうこうミラクルっていうんですかね、起こせるのがやっぱ廣高選手のこう強みだと思うんで。確かにね。それも詰まったタイトルマッチだったと思いますね。そうか、はい、魂の破壊王がアンタッチャブルに当てたわけですからね。いや、とんでもない人生の瞬間を見せてもらいました。関根さん、はい、まだ残ってますよ戦いは。これね、もう本当盛り上がりますね。ですね。いやー、これはすごいな。とんでもない夜になりそうです。何かが起こりそうです。ですね、予感がします。さあ、この後はいよいよ K1 2015年を締めくくるファイナルマッチ、K-1 ワールドグランプリアンダー65キロタイトルマッチ、王者ゲオミラサクレック、挑戦者木村フィリップミノル、こうご期待。これ2つ持った方がいいですか。はい、わかりました。はい、ではまず試合の感想からお願いします。はい、なんか複雑ですね。はい、なんて言えばいいのかちょっとよく分かんないんですけど、はあ、まあ、とりあえず今はすっきりしてます。はい、勝ち負け結果はどうあれ今はもうすっきりしてますね。はい、負けたのは自分の責任ですし、自分の実力不足なんで、まあそこをちゃんと認めてまた這い上がろうと思っています。はい、本当は序盤から高野選手のペースで多分ご本人手応えはあったと思うんですけど、なんで逆転されてしまったっていうのは。そうですね、あそこで効かせて攻めきれなかったのと、あとは膝が見えなかったですね。まあやられましたね。まあ対戦相手には
うちの兄には素直におめでとうと言いたいです。はい、清永選手がちょっと動きが悪いなっていう感じは試合してて分かりました？そうですね、ミドルも蹴れないなってもう分かったんで、もうこれでちょっと自分のペースでいけるかなって思った矢先にちょっと行き過ぎましたね。ちょっと熱くなっちゃいましたね。普段だったらちょっともうちょい距離取って戦えたかなと思ったんですけど、ちょっと気持ちが入り込みすぎました。はい、しょうがないです。負けた直後ですけど、これからそれこそお兄さんにリベンジを目指すのか、例えばまあちょっと一回転上げてみるとか、なんかちょっと考えますか？階級変更はもう考えてないです。これ1本で60キロでやっていこうと思ってるんで、まあ、またいずれやる可能性もあると思いますし、今僕の中ではただちょっと僕も休憩したいですし、一旦預けてるだけだと僕は思ってるので、まだ取りに行きたいと思ってます。はい、いやー、そうですね、ノックアウトされたんでノックアウト仕返したいですね。今はもう心置きなくぶっ倒せるに行ける気持ちでいれると思います、今僕は。はい、次はやってやりますよ。はい、ハードが強い選手だと思いましたね。はい、やっぱ昔から、一緒にやっぱずっと何十年もトレーニングしているので、まあ、そういう強さは分かってたんですけど、その強さのところをちょっと試合している最中に少し忘れてたんじゃないかなっていう感じですね。それが僕の敗因でもあるし、ミスですね、僕の。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、これ2つボタン多いですね。はい。それでは廣高選手にインタビューを始めさせていただきます。はい。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。持っていると思った感想からお願いします。いやー、なんとも言えないですね。本当に嬉しいです。はい、いえ、狙ってなかったです。高野のファイトスタイルからして膝は入りづらいなと思ったんで、膝はそんなに狙ってなかったんですけど、2ラウンド目以降高野が自分を倒しに来てくれたことで、まあ、ああいうチャンスも生まれたんだと思います。はい、怪我をされたところでしたが、はい、どういった状況でいつ頃とかっていうのは。そうですね、2週間の体修行行ってるって、まあ、皆さんにも言ったんですけど、実は1週間で切り上げて帰ってきたんです。1週間の時点で右足の筋肉が少し切れてしまって、1週間半ぐらい、歩けない状態でいろいろ困ったんですけど、切れた時点でもうこのままタイにいて もう何もできないなと思ったんで急いで帰って、次の日ですね、その翌日にすぐ帰って、で日本のその肉離れとかを専門で見ている、素晴らしい先生に出会って、でこうしてリングに上がれることが、奇跡だったんですけど、上がれる状態まで
治療してくださって、なんとか戦えることができました。はい、それは練習中に向こうに。そうですね、はい、練習中ですね。どういったシチュエーションですか。ですね、まあ、1週間練習、まあ月曜日からやるんですけど、月曜日から1週間終わった土曜日の2回目の練習でミドルを連打してたんですよね。まあ、その時点で僕はいつも誰よりも練習してたんで、まあ、ちょっとオーバーワーク気味だったんですけど、今回の試合に対する思いから、もうどんなきついことでもやってやろうという気持ちで、すごい、まあ疲れもそんな疲れていても全然そんなの気にならないぐらい追い込めていたんですけど、まあ、体の方が先にちょっと持たなかったみたいで、まあ、結果的にはもう切れちゃって、はい、って感じですね。はい、まあ、そういう状況で試合までの進行ですとか、はい、リングの中からの進行ですとか、どんな感じで、まあ、一番、ただ僕はもう1月の大会から絶対またやってやると思ってずっとやってきたんで、で荒野にもあれだけ行ってきましたし、あれだけ僕から喧嘩を売っといて兄貴としてここで棄権して逃げるなんてことは情けなくてできなかったんで、どんな状態だろうがリングに上がって思いっきりやってやろうという気持ちはありました。はい、右足のどの部分、ふくらはぎですね。ふくらはぎ、はい、高野選手は、はい、3度目やりたい、ぶっ倒してやりたいとおっしゃったんですけど、はい、うん、まあ、受けて立ちますよ、はい、チャンピオンとしてそこは、はい、しっかり受けて立つつもりです。